結婚してほやほやの新婚の一致と夫、義両親から格安で所有しているマンションの一室も借りられ、新婚生活の滑り出しは完璧のはずが、引っ越し先にいた夫の幼馴染。夫の幼馴染が一致と夫を悩ませていく。新婚旅行中に元カノと遊びに行く夫、置き去りにされたので勝手に帰宅した結果。ちょっと聞きたいんだけど、皆さんは恋愛感情一切なしの異性間の友情ってあると思う？もし、結婚しているけど、異性のお友達がいるっていう人がいたら意見お願いします。私は旦那と共通の友人が男だけど、実は男女間の友情は存在してない派。やっぱり、旦那抜きで二人きりで会うとかトラブルの元になりそうだからしないし。自分はあると思っている派だな。でも、彼女に男友達がいたら怪しんじゃうな。私も、あるけどいつまでもただの友達っていうはかなり難しいと思ってるかな。やっぱりそうですよね。私も前までは男女間でも友達関係は、成立するって思ってたけど、ここ最近、そのことで夫と揉めていて、やっぱり男女の友情ってないんじゃないかって思い始めていて。なに一致は悩んでいる感じ？わいらに話してごらんよ。役に立つ立たないはわからんが。誰かに聞いてほしいと思っていたので、この場を借りて相談させていただきます。義父の行為で所有しているマンションの一室を安く貸してもらえることになって、そこに二人で引っ越した。そしたら、夫の地元ということもあって、夫の友人と出くわすことが結構増えた。その中でも、夫の幼馴染の女性、仮としてA子と呼びますが、頻繁に夫と連絡を取り合うようになっている感じで。A子と会ったのはどんな感じで会ったの？旦那と地元の公園を散歩していた時に A 子から声をかけられたんだけど、ずっと夫の方を見て、これ見よがしに私の知らない地元や昔のことを話されて、とても居心地が悪かったなぁ。しかも、目の前で堂々と連絡先交換されたし。夫も嫁の前で女と連絡先交換するなよなぁ。別れ際にも、今度二人で遊びに行こうね、って言われて、それから毎日のように電話や飲みに行こうっていうお誘いが、夫に来るようになって、夫も私が隣にいるのに電話に出たり、帰ってきたら、すぐに外に飲みに行ったりするようになった。確かにそれは嫌な気分になるね。夫には A 子との関係をちゃんと聞いた？それが夫は A 子はただの友達だって言い張ってばかりなんだよね。私としては気になるけど、まだ新婚だからこんなことで喧嘩したくないって思いがあって、強く出る気になれずモヤモヤしている。今まで夫の友好関係についてはあまり知らなかったの？そもそも一致のスペックがまだだったから慣れ初めとかも含めて詳しくよろ。以下、私たちの簡単なスペック。私と夫は20代前半の新婚。社会人になってから、共通の知人を通して、知り合って交際に発展した感じ。お互い正社員としてバリバリ働いてるから、引っ越してA子が現れるまでは、家事は分担して、どっちかが忙しい日は、フォローし合ってた。それくらい良い感じの夫婦だったはずなのに。A子はどんな感じの人？A子は可愛い系の格好をしてたし、顔も可愛い系だった。性格とかは、話したことがないからなんとも。でも夫曰く、繊細な子らしくて、夜にしょっちゅう電話がかかってくる。あまりにもかかってくるから、夫に、毎日電話してるけど、何をそんなに話してるの？って聞いたら、A子は繊細だから、仕事でも人間関係がうまくいかなくて大変な思いをしてるんだ。傷ついたら誰かに話を聞いてほしいだろう。って、私は当然A子の事情なんか何も知らないのに怒られて。A子はずぶといお前と違って、仕事でも無神経な周囲と色々と合わないことが多くて、辛くなって仕事に行けなくなっちゃうから、今もバイトを転々とするしかないんだ。A子の周りは理解のない奴が多くてかわいそうだと思わないのか？って諭された。夫の言い分はあくまでも、A子は友達で、愚痴や相談を聞いているだけらしい。採用担当。A子から何かを察した模様。っていうか、A子からの電話は真面目な相談ではないことは確定だけど、浮気かというと少し微妙なラインだね。私もそれは思ってる。けど、今のところ朝帰りもないし、浮気っていうには、物足りない感じ。しばらく様子を見てみようと思います。そう言って一度スレから離れた一致。そして一週間後一致がスレに戻ってくる。何やらご機嫌な様子だ。夫と幼馴染の女性との関係で相談していた一致ですが、報告があって戻ってきました。あの自称繊細の女に悩まされてた一致か、何かあった？夫がA子と距離を置いてくれることになりました。あんなに友情って言い張ってたのに？一致何があったのか詳しくありがとうございます。それでは順を追って説明しますね。あれからも夫の元には毎日のように電話があったし、しょっちゅうA子が、呼んでいるからと言って飲みに行っていた。さすがに、私も頭に来て夫に直接、夫くんさ、私たち新婚なんだよ。なのに、なんでA子ばっかり優先するの？イッチは悩んでる友達を放っておけっていうのかよ。なんで、A子ばっかり優先すんのって聞いてんの、友達じゃないんじゃない？はぁ？言いがかりはやめろよ。とにかくA子はただの大切な友達だ。夫はそう言うと、自分の部屋にこもってしまった。私も熱くなって喧嘩腰になってしまったな、と思ったので、仲直りしようと。次の日の夕食に夫の好物を作ることにした。帰ってきた夫はテーブルに自分の好物が並んでいるのにとてもご機嫌になって。イッチ、昨日は俺も言い過ぎた。ごめん。って謝ってくれた。久しぶりに一緒に夕食が取れると思っていたら、それを邪魔するように A 子から電話が、どこかに盗聴器でも仕掛けてあるんじゃないかって疑いたくなるほど、最悪のタイミングでの電話だった。夫は A 子と何か軽く話すと、イッチ、ごめん、A 子がどうしても相談したいことがあるって言うから、会ってくる、料理は冷蔵庫に突っ込んでおいて。って言って家を出て行ってしまった。あまりにひどすぎて私は脱力して、そのままリビングで寝てしまった。朝になって、昨日の料理を片付けていると、なんと夫が帰ってきた。夫は私を見てよっとしたけど苦笑して、ただいま、イッチ。って挨拶してきた。ただいまってことは、この人、朝帰りしたってことだよね？そう思った瞬間、私は大泣きしてしまった。夫にA子ばかり優先されて、とても嫌だった。ってことを泣きながら言ったら、夫はようやく理解してくれたのか、その場で土下座して、イッチ、俺が悪かった。イッチは優しいから分かってくれるって甘えてた。これからはA子と距離を取るようにするよ。と謝ってくれた。実際にその日から、A子との接触は一切断ってくれるようになった。ようやくイッチの思いが通じたみたいで、よかった。頑張って再構築してくれ。相談に乗ってくれてありがとう。今度の連休に行けなかった新婚旅行にも、行こうって言ってくれたので、夫婦水入らずで楽しんできます。なんか急展開すぎるけど、お幸せに、戻ってくるなよ。こうして夫婦の危機を乗り越えたイッチだったが、この幸せな時間は長くは続かなかった。それから2ヶ月後。皆さんご無沙汰しております。夫の元カノに悩まされてたイッチです。実はこの度離婚しました。いろいろ相談に乗ってもらってたので、ご報告しないと、と思いまして。あの友情と言い張る夫のイッチだよね。A子とはもう会わないって約束してたのに、なんでまたそんなことになってしまったんや。まさかの離婚報告を携えて現れたイッチにパニックになるひよこみんたち。イッチは新婚旅行から順を追って話し始めた。私と夫は念願の新婚旅行として、海外でバカンスを満喫してたんだ。ずっと行きたかったハワイでオーシャンビューのホテルに泊まり、おしゃれなカフェでパンケーキ、ダイヤモンドヘッドからの夕焼け、夫と二人で最高に幸せな時間を過ごしてた。その日までA子と夫は会ってもないし、A子からの電話もなかったから、私は本当に楽しくてはしゃいでたよ。夫にこの旅行中にプレゼントを渡したいと思って密かに用意してたくらいだしね。そして、それを渡す予定のディナーの日、夫のスマホに電話がかかってきた。電話を終えると、夫は、俺の上司もこの近くにいるらしいから、挨拶してくる。イッチ、ちょっと待ってて。というので、私はちょっと待ってその日のうちに一人で帰国しました。待って。何があったんだ？どうしたイッチ？離婚してから吹っ切れてるな。おそらく気づいていると思いますが、夫は電話の相手は上司と言いましたが、隣にいる私には、バッチリとA子の声が聞こえていました。驚くことにA子は新婚旅行にこっそりついてきていて、夫に密会をしようと、私に隠れて夫に密会をしようと電話していたのだ。しかも電話口で、いいでしょう？会おうよ。元カノの言うことが聞けないの？というのが聞こえた。ただでさえ、私に嘘をついてA子と会おうとしていることが許せないのに、A子と夫は友達なんかではなく元恋人同士という関係だったことを、最初からずっと黙っていたということが発覚し、なんとか持ち直していたはずの夫への愛情が一瞬で消えてしまった。これは帰国するわ。っていうか、新婚旅行についてくるA子おかしい。そんな感じはしてたけど、やっぱり夫はA子と繋がり続けてたのかよ。多分私のいないところで、こそこそ連絡取り続けてたんでしょうね。帰国してから、私はすぐに実家に帰った。ウキウキで新婚旅行に行ったはずの娘が怒りに満ちた顔で帰ってきたもんだから、両親は驚いてた。でも、これまで夫にされたことを話すと、一緒に怒ってくれて、離婚することに賛成してくれた。私は味方がいてくれることに安心し、ようやくずっと無視していた。夫から何百件と来ていた、着信に折り返してやったよ。イッチ、今どこにいるんだよ。電話に出るなり夫は怒鳴ってきたけど心なしか元気がなさそうだった。現金もないし、俺が英語全く話せないの知ってるだろ。早く帰ってこい。飯も買えないから、お前がいなくなってから何も食えてないんだ。夫は英語は全く話せないし、読めない。だから、現金の管理も、チケットの手配もすべて、私に一任していた。だから、私が帰国してしまった今、夫は何もできないのだ。情けない夫の姿を想像して、笑いそうになるのを、なんとか耐えながら私は今は実家にいることを伝えた。はぁ、お前、何帰ってんだよ、ふざけんなよ。と怒ってきたので、そんなに怒るなら、夫くんも帰ってくればいいじゃん、と返すと、夫はますます怒って。だから、俺が英語話せないし、現金持ってないの知ってるだろ。飛行機のチケットなんて、現地で手配できるわけないだろ、アホ。知ってるよ。だったら、A子さんと一緒に帰ってきなよって言ってるの。その言葉に夫は完全にフリーズしてしまった。夫よ。この後に及んで私が気づいてないとでも、か置いていかれた夫様、パスポートも一緒に、持って帰ってくればよかったのに。買い物は現金なくてもクレカ使えるだろ。夫はバカなのか？バカなんだな。バーカバーカバーカ。一途な一致を裏切った時点で、バカなのは確定してたから、残党。クレカは盗難が怖いし海外じゃ使えないからって言って家に置いていったよ。無知って子は。夫に先に帰国していることを伝えた私は、夫を迎え撃つべく、借りている岐阜のマンションに戻り、私の荷物を運び出したり必要な書類を整えたり、お隣さんに、夫の不倫が原因で離婚することを伝えたりと、準備で忙しかった。一致、離婚する覚悟できてから生き生きしてんな。信頼できる夫と添い遂げるっていう私の夢を壊したから負けたくなかったの。離婚のための準備が整った頃、やっと帰国してきた夫から電話が来た。お帰り。思ったより早く帰ってこれたね。A子さんと帰ってきたの？まあ、お金もなし英語もわからないから、それしか方法がないよね。一致、テーブルの上はなんだ？あ、見てくれた？離婚届だよ。書いたら連絡ちょうだいね。そう言って電話を切ろうとする私に、夫は必死で話を続けようとしてきた。待って、一致、俺は一致と離婚したくない。反省するから離婚だけはどうにか考え直してくれ。そう言って謝ってくる夫に対し、私はA子のことを聞いてみることにした。私と離婚したらA子さんと不倫じゃなくて正式にお付き合いできるよ。まだそんなこと言ってるのか。A子と俺はただの友達だ。見苦しいぞ。そういうお前の方が、実は、不倫しているんじゃないのか？なぜかまだ友達と嘘をつく夫に私は内心にんまり。あくまでもA子さんとは友達って言い張るのね。じゃあ、そのことについて、聞きたいことがあるから、週末にカフェで話し合いしよう。私は目論見通り、夫を話し合いの場に引きずり出すことができて、思わずガッツポーズをしてたよね。話し合い当日、カフェに行くと、夫の隣にはA子が座っていた。夫は冷や汗をかいているのに、A子は笑顔で夫にベタベタと触っている。浮かれていてくれた方が都合がいいと思い、私は特にA子を睨んだりはしなかった。夫くん、それで、離婚届はちゃんと書いて持ってきてくれた？一致、待ってくれよ。俺たち新婚だぞ。本当に離婚してもいいのか？新婚だろうとなんだろうと、浮気する男と一生一緒にいるより、別れた方がマシ。そう言ってまともに取り合わない私に対して、夫は悔しそうに顔を真っ赤にさせて。A子とは友達だって言ってるだろ。第一浮気の証拠があるってのか。そうだよ。ないのに浮気って決めるつけるなんて鬼嫁じゃん。夫くんかわいそう。と、証拠がないと決めつけている二人に私はにっこりと笑ってやった。ちゃんとあるよ。むしろ、なんでないって思ってるの？鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしている二人の前に興信所を通して集めた。浮気の証拠である、車中しかも、私の車で、キスしている写真や、手を繋いで、ラブホに入っていく瞬間の写真を見せてあげた。これ、なんで？ちょっと、やだ、こんなのいつの間に？証拠を次々とテーブルを広げていく私に、悲鳴を上げて止めようとする二人。実はA子の家で一泊して朝帰りしてきたあの日から私は興信所を雇って、二人を尾行させていた。夫の無罪が晴れることを期待してたのと、結果を見ることが怖くて、新婚旅行の帰国後にやっと結果を見たのだけど、当たり前だけど真っ黒だった。ここまではっきりとした証拠もあるし、旅行での電話で私はA子さんが夫の元カノってことも聞こえちゃってるけど、まだ友達ってことにして離婚は拒否する？私がそう聞くと、夫は涙目で。嫌だ、離婚したくない。一致もA子も好きなんだ。A子は恋人で、一致は妻、別だろ？いいじゃないか。とすがりついてきた。それをふりって言うんだよ。思い出してる今も思うんだけど、この男、バカすぎない？大丈夫、一致。私も同じこと思ってる。ギャルゲイの世界から来たのかってくらいのゴミ倫理観すぎる。意味のわからない夫とムスッとして黙り込んでいるA子にとどめを刺すため、私は電話をしてある人を呼んだ。すぐに私たちのいる席に一人の男性が来た。話はすべて一致さんから聞かせてもらったぞ。は？誰だよ、こいつ？あ、嘘。これまでふてくされていた A 子の顔色は、みるみるうちに真っ青になっていった。なんでここにいるのよ、A 男。誰？ A 男？状況についていけずおたおたしている夫に A 男は笑顔で名刺を出した。はじめまして、俺は A 男って言います。あなたの元カノの A 子の婚約者です。いつも A 子がお世話になってます。A 子、嘘だろ。婚約者がいたのか。どうやら夫は A 子に婚約者がいたとは、聞かされてなかったようで、呆然。A 男は更新所で A 子の身辺について調査してもらった時に、存在を知り、私は浮気の証拠写真を持って、彼と接触。今日の話し合いの場に来てもらった。まさか自分の身にも修羅場が起きると思っていなかった A 子は半泣き状態。A 男さん、待って。これは違うの。あなたが単身赴任しちゃうから寂しくて、つい。寂しいなって思っている時に、元彼が引っ越してきたから魔が差して、悲劇のヒロインブローとした A 子に夫は怒って突っかかる。はぁ、お前、元彼でも別の女に取られるのは嫌。別れても私の男だって、言ってたよな。何暴露してんの？あんただって元カノと優しい嫁に、取り合いされるモテる俺、によってたんじゃないの？うるさいうるさいうるさい。まさかの夫の裏切りに切れる A 子。A 子に浮気の動機を暴露される夫、の図が出来上がってしまった。ここに来て蚊帳の外になった私が、どうやって収めようかと思っていると、バン、と、A 男がテーブルを叩いた。その音と伝わってくる怒りに、ビクッと体を震わせるバカ二人。A 子、動機が何であろうと、俺たちは婚約破棄だ。わかっているな。そんな急にひどすぎるよ。目に涙を浮かべ力なくうなだれる A 子は、もうこちらの話し合いを邪魔してこないだろう。私は、再度夫に確認する。夫くん、私たちも離婚だからね。また友情がとか言わないでね。そんな、イッチ、やり直しさせてくれよ。俺はそんないけないことしたか？いけないことしかしてないわ、夫。必死すぎてキモ。私がイッチだったら殴ってる。さっきの A 子以上に悲劇の主人公みたいな顔して見つめてくる夫に、私は頭の血管が破裂しそうだった。そこまで離婚したくないなら、一つだけ条件があるの。バカの顔がパッと明るくなった。A 子の婚約者、実は私の大学のサークルの先輩なの。すごくお世話になった人で、彼のこと、人としてとても尊敬してるの。人生の先輩って感じ。いきなり先輩をベタ褒めし始めた私に驚きつつも頷いて聞いている夫。それで、あなたのこともあって、私、今、将来が不安だから、毎日、先輩に電話で相談するし、夫くんと同じ家にいるのが辛くて先輩の家に泊まらせてもらうこともあると、思うんだ。別にそれくらい別に良いよね？許してくれるよね？だって、私と先輩は、後輩と先輩っていう清い仲だもん。はぁ？何言ってんだ。私の条件に眉を釣り上げた夫に先輩も加勢する。確かに、こんな話し合いの後で家に帰っても気まずいだけだろ。イッチさん、今日はうちに泊まりに来なよ。ダメだ、ダメに決まってるだろ。夫は返事をしようとする私を遮ってきた。先輩後輩だからって、男の家に泊まりに行くのはおかしい。そんなの浮気じゃないか、許されない。そんなことしたら即離婚だ。わかった。そうしよう。今、そんなことしたら離婚だって言ったよね。今までの自分が私にしたことが、どんなに不誠実かわかった？夫はハッとして、目を泳がせている。それでもどうにか離婚を回避しようと、うだうだ言っていたが、離婚以外ありえない。私の気持ちを無視して嫌がることをし続けるような人と、一緒に暮らし続けるのは無理。それに浮気したことは一生許せないから、私の気持ちが絶対に変わらないとわかると、やっと離婚届を書いてくれた。私はすぐに記入済みになった離婚届を、バッグにしまうと、電話で義両親に離婚したことを報告。すると、後ろの席からスマホ片手に現れた義両親。この時の夫の驚く顔は一生あくれないと思う。夫、終了のお知らせ。夫のライフがマイナスになる。夫が一番恐れている義両親には事前に不倫の証拠を渡して、今日離婚のための話し合いをすることを伝えた。真面目な義両親は土下座までしてくださり、話し合いに同席させてほしいと申し出てくれたけど、夫が萎縮して話さなくなる可能性があったから、真後ろの席でずっと待機してもらっていたのだ。青ざめる夫に一喝する義父。なんて人として不誠実なんだ、お前は。人様の大事なお嬢様に余計な罰をつけて、ヘラヘラと。このドラ息子、バチンといい音が鳴り響き、義母が夫に張り手をお見舞いした。なんで、ビンタすんだよ。口答えするんじゃないよ、バカタレ。バッチーン。間髪開けず先ほどより重い音がこだまし、義母が2回目のビンタをした。ニコニコした義母しか見たことがなかった私もこれには驚きだった。夫のマッマは意外と拳で言い聞かせるタイプか。2回もビンタされ呆然としている夫に義父は冷静に。貸していたあの部屋を今週中に返すことだ。いいな。そんな急に。無理だよ父さん。急じゃない。あの部屋はお前とイッチさんの夫婦のために貸した部屋だ。離婚ともなれば、あの部屋を貸す理由がなくなる。だから、私に返しなさい。待ってくれよ。じゃあ、俺はこれからどこに帰ればいいんだよ。そんなの自分で考えなさいな。もしや、浮気相手と一緒に住もうと考えていたんじゃないだろうな。ギフさんにギロリと睨まれた。夫は首をブンブン振って拒否してた。はい、ダウト。その反応は絶対 A 子と一緒に住もうとしてただろ。だよね。私も同意。話し合いの後、私はすぐ離婚届を出して夫と A 子に慰謝料を請求したよ。先輩の A 男も私と同じように婚約破棄して即日二人に慰謝料を請求したらしい。一致、オツでした。ところで、少し気になったことがあって、質問よい？私の答えられる範囲であれば答えます。どうして、新婚旅行先に A 子がいたの？夫からホテルも日程も、乗る飛行機も何から何まで全て聞き出していたみたい。しかも夫に、奥さんはどこに一番行きたがってるの？とまで聞いて、私にとっての最高のタイミング、つまり、プレゼントをあげるつもりだったディナーを、最初から潰す気満々だったみたい。A 子、どこまでも嫌な女。その A 子は今どうしてるんだ？ A 子、この間逮捕されたよ。ここからは近況報告になるんだけど、元夫は私と A 男からの慰謝料で、貯金が底をつきたらしく、同じように慰謝料による、借金まみれになった A 子にあっさりと捨てられたらしい。お前からのプレゼント、売ったけど二足三文にもなんなかった、カス。っていう、A 子直筆の手紙が、義両親のポストに入っていたらしいです。ちなみに、元夫は今は義両親に厳しく監視されて再教育されているみたい。そして、問題の A 子なんだけど、同じく借金まみれ婚約破棄で完全に頭が、いってしまったらしく、私に復讐しようと私の職場を特定して、張り込みまでしてた。そして会社から出てきた、私とよく似ている人を確認もせずに殴って、無事に傷害罪として逮捕されました。A 子は基地になってしまったのか。A 子にはふさわしいオチじゃない？一致の近況報告も聞きたいな。私は、離婚してからは、わざと仕事をいっぱいもらってひたすら打ち込んでた。その頑張りを評価してもらい、支社長に抜擢されました。今は支社長として、忙しくも楽しく、新しい仲間たちと働いています。おお、一致、すごいな、やったじゃんか。離婚を通して精神的に強くなれたのが、仕事にも活かされたのかなって思ってる。みんなここまで付き合ってくれて、ありがとうございました。みなも、交際相手の交友関係は異性も同性もちゃんと把握するようにして、私と同じ鉄を踏まないようにしてほしいな。一致が言うと説得力が増すね。強くなった一致にはこれからもっと良いことがあるよ。お疲れ。夫は二人の女性に取り合いされる自分に酔っていたせいで、最終的にはどちらからも捨てられることになりましたね。男癖が悪い A 子も、結局お目当てのものが得られなかったのは当然の報いでしょう。今回の動画はいかがだったでしょうか？良ければ、皆さんの異性の友情は成立するか、どうかについての考えをコメントに残していってください。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。今回の動画を気に入ってくれた方へは、こちらのスカッと動画もおすすめです。最後は運試しのじゃんけんだっぴー。じゃんけんぽん。